関西に移る。1923年に、明城商業学校を中退後、沢田章二郎が率いる、新国劇に入団。章二郎の休止後、辰見隆太郎と共に、主役級に抜擢され、1987年に、新橋演舞場で、劇団創立70周年記念公演を受けて、劇団を解散するまで新国劇の大黒柱として、活躍。 辰巳とは、道の辰巳ミ、聖の島だと交代賞のライバルとして知られた。新国劇時代には、関のやたっぺまぶたの母、一本型など表入りなどの長谷川新の、またたびものをはじめ、霧の音、ビルマの盾ごとなど、現代劇の話題作も演じた。その他の代表作としては、戦国時代の武士、山本勘助を演じた、主演作、 風林火山が知られ、1958年から10年以上にも、渡り、公演を続けた。1951年、山田伊鈴を、相手役に、夏祭り三度化され映画に初出演。以後、舞台でのヒット作を映画化した。1955年の主演作、風雲三条河原のでは、幕末の獅士、岡田伊蔵役を演じる。 また低い声と渋みを生かし、軍司霊感や裏社会の実力者の役で存在感を発揮した。連続テレビ小説、ひらりなどテレビドラマにも出演した。1991年から2002年までは、新橋演舞場で、年に一回、白や弁、重郎や王将といった、新国劇の代表作を一人芝居にして上演。 この一人芝居は、自他共に認めるライフワークで、100歳まで続けると、公言していた。1994年には、十字半水事件長で、主演。島田は、ひらりに、主人公の祖父役で出演していたため、ドラマ自体の評判も良く、日本のテレビドラマ主演俳優の最高齢記録も、樹立し、話題になった。平成以降、 現役最高齢俳優となっても、意欲的に活動していたが2002年8月15日に、脳梗塞で倒れた後は、リハビリに励んでいた。舞台復帰への念は凄まじく、99歳まで、新国劇の芝居、100歳で新作をと周りに言い、様々な演劇のビデオをリハビリの傍ら、欠かさず見続けていたという。 2004年11月26日午前4時45分に脳梗塞の試し去。98歳没。島田の書斎の机の上には真山聖火作、富岡先生の台本が置かれていて、台本の側には99歳になったら演じると決めていた、一人芝居のために遂行中の原稿もあったという。自家弟子には若林や死などがいる。教伝小説に、 吉川牛尾、芝居の神様、島田翔吾、新国劇一台がある。ありがとうございます。